栄養の表示英語の表示消費期限などを表示ドイツのチーズの食品表示ドイツ EU の食品表示米国のニュートリシオネルファクツレーベル栄養表示食品表示とは食品の安全性の確保や取引の構成人々の栄養の改善健康の増進等を図る目的で食品に表示される事項スーパーや 食料を品店で販売される食品の多くに食品表示がなされており、国際的な規格のほか、各国ごとに食品表示に関する規則、法規が存在する。情報は食の安全を実現するために欠かせない要因であり、消費者が食材を手にしつつ直接確認できる唯一の情報は食品表示である。よってこの情報が正しく正直に表示される、 ということは重要なことであり、それが守られないと、食の安全は根底から崩れていく。だが、食品業者の中には、食品表示を偽る者がおり、事件、社会問題となることがある。偽装された表示は偽装表示という、中でも産地を偽って販売することを産地偽装という、1962年に国連食糧農業機関と世界保健機関により、 FAO、風合同食品企画委員会が設立された。貿易の技術的障害に関する協定の加盟国は、国内で、強制規格を定めるにあたって、コーデックス委員会が定める、国際規格が存在するときは、強制規格の基礎としなければならない。EU では、一般食品表示指令が定められている。放送済みの食品や健康食品の場合、名称、内容量、 原材料名、消費期限または、賞味期限のいずれか、製造者が義務表示となっている。また、特別な条件があるときは、使用方法や保存方法も義務表示となっている。情報がなければ消費者の誤認を招く場合には、生産国が義務表示となる。このほか遺伝子組み換え食品や有機食品に該当するときは、それらに該当することが義務表示となっている。 米国では、連邦食品医薬品月商品法、厚生放送表示法、農産物販売法などで規定されている。生鮮食品、加工食品、健康食品の場合、名称、内容量、原材料名、使用方法、調理方法、保存方法、栄養表示、製造者、生産国について義務表示となっている。賞味期限や消費期限については、 乳児用食品に、ユーズバイデートの表示義務があるほかは、任意表示である。日本では、食品表示法、景品表示法、計量法、健康増進法、医薬品医療機器法により規定されている。また、表示は、必ず、日本語で表記することが義務付けられている。従前は、食品衛生法、ジャス法にも規定があったが、食品表示法に移行した。 容気包装に入れられ、店頭に陳列の上販売されるものは、食品衛生法、ジャス法により表示が必要となる。ハンバーガーショップでのサンドイッチ類の提供のように、客の求めに応じその場で製造、販売されるものは、製造者側がその場で情報提供できる立場にあることから、表示は必要とされない。スーパーマーケットのバックヤードで製造される惣菜や、弁当などでは、 ジャス法ではその場で情報提供が可能であるため表示義務を課していないのに対し、食品衛生法では製造、管理した内容を明確にするため表示を義務付けているなど、各省庁の6種類の法律間での整合性が取れていないケースがままある。表示する内容については、各省庁や地方自治体の担当者に相談をとなっているが、省庁間の縦割り行政により、 6種類の法律の解釈は担当者にとっても困難を伴う作業となっている。基本的な表示を指導する厚生労働省及び農林水産省内においても担当者ごとや企業からの質問の仕方により法律の解釈に微妙な差異が出てくることもある。なお、2009年10月の消費者庁発足により食品表示についての運用所管は消費者庁に一元化されている。 日本においては以下の法律が関係する。食品表示法、編集食品衛生法、JAS 法、健康増進法は食品表示の部分に関して一元化するため、食品表示法にまとめられた。食品表示法とこれに基づく形で作られた。食品表示基準は生鮮食品については施行されているが、加工食品については2020年3月まで。 経過措置期間として、過去の基準に従った表示が可能とされている。景品表示法、編集公正な競争を確保し、消費者の利益を保護することを目的に、事業者の供給するすべての商品に対し、有料5人、有利5人その他の不当表示を禁止する規定が設けられている。詳細は、不当景品類及び不当表示防止法を参照8密、 引用入など一部の品目に関しては、業界団体等が消費者庁の認可を受け、表示に関する事項について自主規制を設定しているものもある。一応は、所属団体に加盟している企業が独自に遵守することになっているが、非加盟企業の品目に対しても消費者からの申告があった場合、消費者庁がそれに準じた指導を行っているのが実情である。詳細は、 公正競争規約を参照計量法、編集密閉された特定商品に対し、内容量並びに表記者の氏名または名称及び住所の表示を義務付けている。健康増進法、編集食品として販売するものに対し、健康保持増進効果等について著しく事実に、相違したり誤認させるような表示を禁じている。医薬品医療機器法、 編集容器包装に入れられた加工食品に対し、医薬品と誤認される恐れのある表示や広告、食品の形状を禁止している。このほか食品について、医薬品的な効能、効果を標榜する、表示、広告を禁止している。食品衛生法、編集食品表示法の制定前は、1万1事故が発生した際に、責任の所在を明確にし、 製品の回収などの行政措置を迅速に行うための手がかりとすることを目的に、容器包装に入れられた加工食品と一部の生鮮食品を対象に、名称、消費期限、または賞味期限、製造、加工者の所在地、氏名、食品添加物を使用しているものは、その添加物を含む旨、アレルゲン、遺伝子組み換え食品を含む食品はその旨、保存方法について、 表示を義務づけていた。遺伝子組み換えでない旨、栄養機能食品及び特定保険用食品である旨の表示は任意であった。食品表示法の制定により、販売のように供する食品及び添加物に関する表示の基準については、食品表示法で定めるところによる。となり、食品の表示については、食品衛生法の規制外となり、食品衛生法の夜、 表示規制は一般消費者に対する器具または容器包装に対するもののみとなった。ただし、公衆衛生に危害を及ぼす恐れがある虚偽のまたは、古代な表示または、広告の禁止は、従前通り、食品衛生法に規定されている。ジャス法、編集適切な表示により、消費者の商品選択に寄与することを目的に、原則として、すべての飲食料品を対象に、 加工食品については、名称、原材料名及び食品添加物、原料の原産地名、原産国名、内容量、消費期限、または、賞味期限、保存方法、製造業者、輸入業者等の氏名、または名称及び住所、その他品目ごとの表示事項、生鮮食品については、名称、原産地、その他品目ごとの表示事項の表示が義務付けられていた。 遺伝子組み換えでない旨および有機ジャスの格付けを受けたものに限り有機、オーガニックと表示することは任意であった。食品表示法の制定により食品表示についての規定は削除され、ジャス法は飲食料品以外の農林物資で一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、 一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして、政令で指定するものについては、その指定のあった後速やかに、その品質に関する表示について、その取扱業者が守るべき基準を定めなければならない。第59条第1項と規定することになった。蒸気法律に基づき、次のようなイメージの表示がなされる。 山口栄章、食環境科学入門、食の安全を環境問題の視点から、ミネル場処方、2006年、ISBN46 億2304万7350。P2、ABCDEFGHIJ 各国食品、表示の現状2各国食品表示の現状、PDF、230キロバイト、第1回食品表示一元化検討会、消費者庁。 2011年9月30日食品、表示基準不足第4条おしゃめかわ翔太、食品表示制度の現在とその動向、現代消費者法、2019.3p64 から69、加工食品品質表示基準 Q&A 注文39、2001年3月、消費者庁食品表示規格化、食品衛生法に基づく表示についてにおいて、ロット番号、 工場番号、その他の記号を期限表示に併記する場合にあっては、次の例に示すように、期限表示が明らかにわかるように記載する必要があります。この場合、期限表示について、95万401と年、月、日を、それぞれ2桁とする6桁での表示を行いつつ、ロット番号、A63 を併記するなどのように、期限表示を不明確にする表示を行ってはならない。 とされ、以下のように表示可能な例が示されていますので、ロット番号、工場番号を併記する場合は、これに習って記載してください。例、消費期限平成7年4月1日、A63、賞味、ありがとうございます。